佐世保小六女児同級生殺害事件とは2004年6月1日午後長崎県佐世保市の私立大久保小学校で6年生の女子児童が同級生の女児にカッターナイフで切りつけられて死亡した事件小学生の女子児童による小学校が現場となった殺人事件であり世間に大きな衝撃と波紋を広げた文部科学省はこの事件を 長崎県佐世保市女子児童殺害事件と呼称し、大臣談話を発表している。事件の現場は、弓張岳の中原に所在する佐世保市立大久保小学校である。犯行を行った加害女児と被害者は、互いにコミュニティサイトの提供するウェブサイトを運営し、パソコンでチャットや電子掲示板で書き込みをする中だった。しかし、 口述するトラブルをめぐって、加害者と被害者の関係は悪化していた。当日、加害女児は午前中の授業が終わった後の、給食準備中、被害者を3階の学習ルームに呼び出し、そこでカーテンを閉めて椅子に座らせ、手で目を隠し背後から、首と左手を切りつけた。被害者の首の傷は深さ約10センチ、長さ約10センチになり、左手の甲には、 骨が見えるほど深い傷があったという。加害女児は殺害方法としてカッターナイフの他に考察、アイスピックで刺すことなどを検討していたが、加害女児が前夜に見た TBS 系列テレビドラマホステス探偵機器危機一発6にカッターナイフで人を殺害する場面があり、女児自身、これを参考に殺人を計画したと後に供述したことから、その後、 各テレビ局が殺人シーンのあるドラマの放送を自粛する事態にもなった。また、被害者家族、学校関係者、惨状を目の当たりにして、心的外傷後ストレス障害を負った救急隊員に、三次ストレスやサバイバーズギルトの兆候が見られる状態になった。インターネットに橋を発していることや、当局の情報よりもインターネット上の情報が、 先行した点で IT 化した現代社会を象徴する事件とされる。加害女児はもともと日常では無口な少女で事件後に両親と面会した際にも母親が静かに涙を流していたのに対し少女は何も言わなかったという。しかし犯行前夜には父親にこの本読みたいと聞かれ微笑んでうんと言ったというエピソードや父親の話から 草薙や子の言う父親から少女への虐待の事実はなかったものと見られる。少女は小さい頃、帰宅すると父親の膝に乗って話をしたりしていた。テストで100点を取った時は、すごいやんか。100点やんかと言われて褒められた。加害女児は、事件よりかなり以前から、ホラー小説、ボイスと小説、バトルロワイヤルのファンだった。事件を起こす4ヶ月前には、 バトルロワイヤルの小説を同級生に貸し出しており、また大石系の呪音にも興味を示し、父親に買ってもらいたいという発言をしていた。やがて、それらのホラー小説などの影響は、加害女児の現実における行動にも現れるようになっていった。被害女児とは仲が良く、ウェブサイトや他の子を交えた交換日記での付き合いもあった。二人は共に、 地域のミニバスケットボールクラブに所属していたが、小学5年生の終わり頃に、加害女児は受験勉強を理由に、ミニバスケットボールクラブを引退している。この引退が、加害女児にとっての居場所を奪い、孤立を深める原因の一つになったとされる。この頃から、女児はインターネットを唯一安心して、事故を表現できる居場所にしたとされる。加害女児の成績は、 中の上で、おとなしい普通の女子児童であったが、5年生の終わり頃から精神的に不安定になっていったと周囲の人々は語っている。人と話すときに、人の目を見なくなり、目を泳がせて落ち着かない素振りを見せることがしばしばあり、また些細なことで逆上し、バリ増減を吐いたり、カッターナイフを振り上げるようなこともあった。ちょっかいを出してきた。 男子児童には笑顔を見せながらも追いかけ回して、捕まえると殴ったり、蹴ったり、押し倒して、体を踏みつけるなどの暴力を振るって、同級生が慌てて、止めに入ると、クソッと怒りをあらわにしたが、担任は、特に深刻に捉えてはいなかった。また同級生に対して、他の児童とともに、集団いじめを行ったりすることもあった。 6年に入ってから暴力的な原稿が増えて、いったという課外女児だが、担当の教師からの評判は、遅刻も少なく、授業中も率先して手を挙げて質問する、積極的な生徒というものであった。この時期の1月にウェブサイトを開き、バトルロワイヤルの導入小説を発表している。学校で将来志望を、小説家か漫画家と書いたことがあるという彼女は、 続編を予定していて、それは6年生のクラスと同じ人数の38人が殺し合いをするストーリーで各くキャラクターモデルや長同級生に似ているといい、被害女児と同性の登場人物も描かれており、物語の中で殺害されているという。5月下旬頃、遊びで被害女児が加害女児をおんぶしたとき、加害女児に重いといい、加害女児は腹を立て、 失礼しちゃうわと言った。実際には、加害女児は、ほっそりしていて、とても太っているとは言えず、加害女児は冗談を深刻に受け止めてしまったと見られる。その後、被害女児は、自分のウェブサイトに、言い方がぶりっコだと書いた。それを見た、加害女児は、あらかじめ交換していたパスワードを使って、被害女児のウェブサイトに侵入し、その記述を削除した。しかしその後、 再び同様の書き込みをされ、加害女児は、被害女児に殺意を抱いた。被害女児は、自分の掲示板が不正に書き換えられたことについて、しまたかよ。なんで、アバターがなくなったり HP が元に戻っちゃってるけど、どうせあの人がやっているんだろう。ふふ、あの人も懲りないね。ケケケ嵐に、あったんだ。まあ、大体誰がやってるかはわかるけど。 心当たりがあるなら出てくればいいし、ほっとけばいいや。ね。みんなもこういう嵐について、意見ちょうだい V じゃまた今度更新しようかな。と書いた。それを受けて、加害女児は、被害女児のネット上のアバターを消去した。他にも、被害女児を含めた、同級生たちと手書きの合作ノートを作っていたが、ここでも、同時期に、他のこと、トラブルがあり、 事件のわずか前に被害女児を通じて大会を求められていたという。加害女児は事件後収容先の自立支援施設で発達障害と診断されている。一方で昭和大学医学部精神医学講座主任教授岩波明氏は加害女児に下された発達障害の診断は誤診だと指摘している。加害女児には被害者を含めた 同年代の友人がおり、交換日記や、ウェブチャットなどで、仲間とも交流していたことから、岩波医師は、アスペルガー症候群の、対人関係の障害の診断基準を満たす特徴は、見出せないとしている。佐世保市立大久保小学校児童、殺傷事件調査報告書長崎県、教育委員会国立絹川学院2004年9月15日、長崎家庭裁判所は、 三ヶ月に及ぶ少年事件では異例の精神鑑定を踏まえて加害女児に対して最長で2年間までの行動の自由を制限する措置を認めた上で国立の児童自立支援施設である国立絹川学院への装置を決定した精神鑑定によれば加害女児は情緒面で同世代に比べて著しい遅れがあるが 障害とみなすべきものではなかったとされる。加害女児の人格的特性これらの特性は軽度であり、何らかの障害と診断される程度には至らない。佐世保市立大久保小学校児童殺傷事件調査報告書長崎県教育委員会出展長崎少年鑑別所で加害者と弁護士が接見した。加害者は水色のブラウスにエンジ色のジャージ姿だった。 加害者は少年鑑別所で一人部屋を与えられ、22時頃就寝する生活を送っていた。夕食にはご飯と煮物を、朝食にはご飯、味噌汁と少しのおかずが提供され、彼女はほとんど残すことなく食べた。自由時間には法務機関が差し入れた赤毛の案を読んだりした。石鹸では家族や友達で、 誰か相談できる人はいなかったのという弁護士の問いに対し一人で悩んで一人で考えていたと答えたあなたは自分のことをどう思うのという問いには自分は中間とはにかみながら答えたどのように中間なのか掘り下げるといろいろな意味でと答えた加害者は事件について弁護士に何でやったのかなよく考えて行動すればこんなことにならなかったと 答えた。その一方で、警察による事情聴取では、数日前から殺害方法を考えていたとも話していた。3にはどんな気持ちなのという問いには、会って謝りたいと答えた。あなた自身はこれからどういう人生を送りたいのという問いには、普通に暮らせればいいんだけれどと答えた。佐古弁護士は、加害者の印象について非常に幼いな。 小学6年生なのに、見たところ、小学4年生ぐらいの印象を受けた。この子があんなことを、と非常に意外な感じを持ったとコメント。川添弁護士も、幼いという印象は、確かに私にもあった。背もそれほど、高くないし、表情も幼い。ただ、付き添い人の専人届にサインしてもらった字は、しっかりした字を書いていたので、 その意味では表情ほど幼くないのかもしれないとコメントした。加害者は自分の両親についてお父さんとお母さんに迷惑をかけた。謝りたいと話した。弁護士は精神鑑定は不要で全く正常に見えたとコメントした。長崎家庭裁判所佐世保支部が少年審判を開くことを決定。付き添い人員が記者会見を開き、 加害者への精神鑑定を行う意向を示した。また、加害者が運営していたウェブサイトやミニバスケットボール部隊部の経緯について説明した。長崎少年鑑別所で出張審判が開かれた。審判は15時頃に開廷した。加害者は、墨絵色のブラウスにエンジン色のジャージ姿だった。この日は、精神鑑定の実施を決めて閉廷した。 家庭裁判所が決めた鑑定留置期間は8月14日までの61日間であった。付き添い人員が精神鑑定中の加害者の様子などについて発表した。加害者の両親が遺族へ当てた手紙を読み聞かせた際、加害者は大粒の涙を流し、どのように謝っていいのかと話していたことを明らかにした。学校でお別れ会が開かれた。 少年審判の意見陳述が行われた。また、鑑定留置期間が1ヶ月延長され、9月14日までとなった。加害者が小学校を卒業。加害者が児童自立支援施設内の中学校を卒業し、対所、社会復帰した。2004年6月4日、当時の内閣府特命担当大臣、井上紀一が、本事件について、 元気な女性が多くなってきたということですかななどの発言を行った。この発言を受けて、当時の財務大臣、谷垣定一が、6月5日に、岡山市で行った講演で、弁護するわけではないが、私の若い頃は、放火は、女性の犯罪。もちろん男もあるが、どちらかというと、女の犯罪。カッターナイフできるのは、原則的に大人の男の犯罪と述べ、 共に不適切な発言として批判された。6月10日、井上は発言を撤回した。国立絹川学院装置後の女児は問題を起こすことも反抗的態度を見せることもなかったという。国立絹川学院では少年審判決心前から加害者が入所することが明らかだったので、他の入所者の暮らす建物とは別に専用棟の建設を始め、 2004年末に完成した。完成前は、自立寮と呼ばれる建物で暮らしていた。2005年3月に、女児は施設内の文庫である、桜市立寺へ中学校の花文教室で、卒業式を迎えた。分け教室の紺色のブレザーに、プリーツスカートという服装だった。なお、学籍は、大久保小学校のままだったため、大久保小学校卒業の扱いとなった。 加害者の親や職員らが十数人陣列した。当初は、大久保小学校の校長が、国立絹川学院へおもむいて、卒業証書を渡す予定だったが、結局佐世保児童相談所の職員が手渡すことになった。入所初期の頃は徐々に、集団生活をさせず、専用旨で、強制教育や、精神科医、臨床心理士による、各種心理検査が行われるのみで、 徐々に集団生活に移行していった。2005年4月22日には、女児にとって初の団体行事となる、羽黒山登山遠足に参加した。紺色のジャージズボンに、白のトレーナーを着て、赤いリュックサックを背負っていた。彼女の髪の毛は、以前より少し伸びていた。登山中に、大丈夫かと問われ、はい、大丈夫です。頑張りますと答えた。 5月13日には施設の恒例行事である園遊会に参加した。施設を訪れた両親との面会では、女児は冷静な態度を見せたという。世間話などはするものの、両親が帰った後は何事もなかったかのように過ごし、ホームシックにはならなかったという。一方で、面会中に姉から優しい言葉をかけられた時、女児は笑顔を見せたという。 女児は2008年春、施設内の中学校を卒業して、児童自立支援施設を対処した。大久保小学校では、事件のあった6月1日を、命を見つめる日と定め、毎年、事件を教訓に、道徳教育をしている。事件当時、被害女児の父親は、毎日新聞させ防止局長だった。 事件直後の記者としての職業意識とマナ娘を亡くした父親との立場で揺れ、連日の事件報道について、名前や写真が出ると、事件を突きつけられるよう、勝手なことなのですが、もう名前や写真を出さなくても、ニュースや記事として、成り立つのではと思ってしまいますとコメントした。また、被害女児の父親の直属の部下だった毎日、新聞記者の川奈総氏は、 被害女児の兄の言葉を引用して、謝るなら、いつでもおいで、佐世保小六女児同級生殺害事件というタイトルの書籍を表している。加害者は、大久保小学校でも数人しかいない、バス通学生であった。弓優、うど、コシなどのバス停を通り、大久保小学校上バス停で下車、登校していた。弓張岳の中原にある集落で、祖母、両親、 姉の五人家族で、父親は、婿養子であった。父親はかつて、ギフトセンターで働いていたが、加害者が2歳になった頃に、脳梗塞を起こし、リハビリをしながら、保険代理店やおしぼりの配達をしていた。父親に代わって、母方の祖母が加害者が幼かった頃の加害者の、面倒を見ていた。草薙や子は、著書、追跡 佐世保小6女児同級生殺害事件で、加害者は父親に虐待されていたと記しているが、父親本人は否定しており、毎日新聞記者による取材を通しても、虐待情報は、全くなかった。事件当時、姉は、高校生であったが事件を契機に中退し、母親と祖母と一緒に故郷を離れ、高等学校卒業程度認定試験に向けて、勉強していた。 また、加害者は、県立の中学校への進学を目指していたという。加害者は真面目で、遅刻はなく、授業にも、積極的であった。友人を家に呼んだり、また、友人宅を訪問して、ポケモンや、大乱闘スマッシュブラザーズなどのゲームで遊ぶことも、あった。家には2台のパソコンがあり、そのうち1台が加害者専用のものだった。彼女は、 両親の寝室の隣に6畳の畳敷きの自分の部屋を持っていて、木目調の洋服ダンスと机が置かれていて、机にはカバンがかけられていた。ベッドにはハローキティの人形が置かれていた。ボイス、バトルロワイヤル、着信ありなどのホラー小説を好んで読んでいた一方、耳を澄ませば、名探偵、コナンなどのアニメも好きであった。学校のクラブ活動では、 得意を生かして、コンピューター研究部に所属し、それに加えて、地域のミニバスケットボールクラブにも入っていた。しかし、小学5年の3学期にミニバスケットボールクラブは、辞めさせられた。彼女は、飛び箱ができなかったが、何度も何度も練習するなど、最後まで頑張る姿が見られた。彼女は間違っていると思うと許せないタイプであった。例えば、 友達から悪ふざけをされたりすると、追いかけたり、倒したり、蹴ったりすることもあった。友達とよく遊ぶ反面、一人で物思いにふけることも多かった。教師の側に寄ってきて、何か、することないという感じで、手伝いを申し入れることもあった。父親は、彼女のことを、病気で倒れた時、勇気づけられた。この子がいたから立ち直ったと思っている。 とても可愛い子だと評している。彼女の家族は彼女を一人で過ごすことを好むと評している。小学4年生の頃の文集には次のような作文を載せている。10年後の自分は20歳になっている。成人式があるんだなぁ。着物を着てみたいけど。成人式の話ってニュースで見ていても長そうなので着物で耐えられるのかなぁと。 心配です。とにかく立派な成人として、一人の女性として、恥ずかしくないようにしたいなぁと思います。彼女の評判は良かったが、小学5年生の終わり頃から精神的に不安定になってきた。友人を殴ったり、頭を壁に打ちつけるなどの行動が見られるようになり、一人で席にいることが多くなり、事件の2ヶ月前に友人宅を訪れた時は、 暗い様子だったという。2021年12月31日現在、彼女は29歳である。発達障害長崎家庭裁判所の審判決定用紙、加害女児の人格的特性では、加害者の対人的なことに注意が向きづらい特性などが挙げられたが、後半性発達障害などの診断を下すことは慎重に回避された。初回の鑑定では、 福岡県の精神科病院の院長が加害者を鑑定した。その後、彼女は国立絹川学院入所後にアスペルガー症候群と診断された。2004年暮れの面接では、精神科医らに、この花わかると言われて、菜の花を見せられたが、家の近くで見たかもしれませんが、思い出せませんと回答した。次にひまわりを見せられたが、こちらも、 見たことがあるけどわかりませんと答えた。他に、モンシロチョウやカブトムシも見せられたが答えることは、できなかった。彼女を鑑定した、精神回路は、絵や字を見て、知的に問題なく、むしろある部分で非常に発達した能力があると思ったが、問診の結果、年齢相応の基礎知識が欠落しているとわかったと、話している。一方で、 昭和大学医学部精神医学講座主任教授、岩波明医師は、加害女児に下された、発達障害の診断は誤診だと指摘している。加害女児には、被害者を含めた、同年代の友人がおり、交換日記や、ウェブチャットなどで、仲間とも交流していたことから、岩波医師は、アスペルガー症候群の、対人関係の障害の診断基準を満たす特徴は、 見出せないとしている。発達障害の特性が非行に直結するとは断言できないが、昭和大学教授の加藤信正は、アスペルガー障害が犯罪に直結するというような理解は誤りだと前置きした上で、いくつかの動機が理解しがたい、突き抜けた犯罪で、その障害特性との関連が注目されるとしている。神戸連続児童殺傷事件。 豊川市主婦殺人事件、長崎万事誘拐殺人事件、そして佐世保女子高生殺害事件の犯人も、アスペルガー症候群内視は、自閉症スペクトラム障害を持っていたとされる。被害者は、毎日新聞佐世保支局長の娘で、市中心部に近い支局の3階の支局長住宅で、父親と次男の3人で暮らしていた。長男は、 徳島県の大学へ進学していて、母親は事件の3年前に亡くなっている。被害者は小学4年生の頃長崎から佐世保へ引っ越してきた。被害者は学校では映画研究クラブに所属しており、それに加えて加害者と同じ大久保小学校のミニバスケットボールクラブにも入っていた。父親は加害者と数回接している。一度目は 小学4年生の時に総合学習で地元、佐世保を調べるということで、父親が娘と加害者を含めた数人を車に乗せて、弓張り岳と烏星岳を回った時で、ハキハキした猫が好きな女の子という印象であったという。二度目は2003年の秋、娘がミニバスケットボールクラブを辞めようとしていた時で、退部を申し出るために小学校に、 娘と行ったところ部活中の加害者がいて、〇〇ちゃん、よく来たねえと声をかけられたという。加害者は笑顔で、娘も嬉しそうであったという。三度目は2004年頃、自宅に加害者がやってきて、娘とパソコンをしていたという。その時、加害者は椅子に座らず、膝立ちで、娘の横にいたという。他にも、よく食卓で、 加害者の明るい話題が上がっていたという。加害者と被害者はパソコンという共通の趣味を持っていて、被害者はパソコンが得意であった加害者を師匠のように見ていた。事件当時中学3年生であった兄は5時間がメの授業が急に自習になり、担任から突然呼び出されて、事件を伝えるヤフーニュースの記事のコピーを手渡されたという。 しかし、コピーを渡された時に確信はないものの、加害者のことが思い浮かんだという。事件前、妹からトラブルを聞いていたからだ。兄は1、2回加害者と会ったことがあるという。自宅に妹の友人がよく遊びに来ていて、その中に加害者もいたという。話も合うし、絡みやすい少女でゲームの話をしたり、 大乱闘スマッシュブラザーズデラックスを一緒に遊んだという。事件の二日前の運動会でもビデオカメラを回していた兄に加害者がちょっかいをかけたという。ニコニコしながらやってきてポーンと頭を叩いて逃げていったというが被害者の他のクラスメートもよく同じようにちょっかいをかけてきたという。また、兄はもし彼女が謝罪に来るのなら 会うのが怖いという感情は僕にはない。きちんと会うべきだと思う。僕も相手も対等な関係で、自分のしたことを全く理解できていない当時に謝られても、どう思えばいいかわからないけれど、自分がやったことがわかっている。はずの今、きちんと謝ってほしい。その方が、すっきりする。逆に、施設から出た後に、合わせられる状態にないというのなら、それは、 国が再教育に失敗したんだってぐらいに僕は思っていますとコメントしている。当時二人の担任を務めていた男性教諭は2014年に雲仙市の小学校で道徳の授業参観が始まる前の休み時間中担任する6年生の男子児童にゲームで負けたら窓から飛び降りてと発言し市教諭から文書訓告の処分を受けている。 佐世保市立大久保小学校児童殺傷事件調査報告書ありがとうございます。